はい、まずは何よりも目先、喫緊の課題、コロナ対策であります。コロナの感染防止、これによってですね、経済、健全な経済を作っていくということにつながってまいります。私は4年後の東京、世界で最も安全で安心で、そして健康な首都東京にしていきたいと考えております。新しい日常を作っていく、まさにその過程に入ったところでございます。世界で一番感染症に強い街東京、これを作ることによって、また東京版の CDC を私は作っていきたい、拠点として参りたいと考えております。医療機関の連携の強化や検査体制の強化などを進めてまいります。そこでですね、こうした取り組みのキーワードは何かって言いますと、小さい、5つの小、そして最後もう一つのプラス心遣い、これは、医療従事者の皆さんに対しての心遣いであります。医療界の9団体が一堂に会し、異例の会見を開きました。日本が誇る医療制度が風前の灯火になっています。本日我々医療関係団体は医療の緊急事態を宣言します。政治家の皆さん、批判や牽制ではなく建設的な議論に限られた時間を費やしましょう。来月は目を追うようなことになります。たちが6600社余りの企業をアンケート調査したところ、新型コロナの収束が長引くと廃業を検討する可能性があると回答した中小企業の割合が 7.7% に上ったということです。全国には中小企業がおよそ358万社あり、単純計算で27万6000社近くが廃業の危機にあるとしています。